そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野、メンバーとはチリジリになって西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、非人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが一ちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんでえらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。あの倉庫の奥にあるのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか。確かに西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これから読んのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。やっと来たかよ、桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな、上流。はあ、行くぞ。
ここがどこだか分かっとるんか、おら。後に沈めたるわ。塞ぎおって、おれ。まだまだ暴れとりんの。ガンガン行っとりましょう。なかなかやるみたいやが、ここまでや。
それ以上は生かさへんで。悪いな。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。